番長つけ麺でございます。めちゃくちゃスープが真っ赤っかですけれども、地獄みたいな絵してるねこれね。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということでね、まだまだ寒い冬が続くということで、本当にお尻の穴に火をつけたいぐらいということなんですけれども、さあ本日はですね、私東京は中野区野方にやってまいりました。今回ご紹介するお店はですね、すごい美味しい、ラーメン屋さんらしいんですけれども、なんと食べログトップ5000に選ばれ、食べログ評価 3.76 というね、とんでもない数字を叩き上げている人気のラーメン屋さんなんですけれども、なんとこちらに激辛ラーメン今回もあるということで、私早速調査していきたいかなと思うんですけれども、本日のお店がこちらです。どん、味噌麺どころ花道庵でございます。こちらの一番人気メニューが味噌ラーメンということであります。味噌ラーメン、辛味噌ラーメン、つけ麺もいろいろあるんですけれども、ありました。こちら番長ラーメンということで、こちらに、ね、注意書きがあるんですけれども、番長ラーメン当店で一番辛いラーメンです、体調万全でご注文くださいということでね、激辛好きがうなる激辛ラーメン間違いなしということでね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。味噌ラーメンの名店として知られる味噌麺どころ花道庵。お客さんとの距離が近い小さな町のラーメン屋を開くのが夢と語る店主。10代から様々な名店と呼ばれるラーメン屋でアルバイトをしながら、調理方法やスープ作りを学び、経験を積んだ後独立。番長ラーメン、番長つけ麺は花道庵の激辛メニュー。こだわりの味噌スープに唐辛子の辛みを加えた番長シリーズですが、果たしてその辛さはいかに。番長つけ麺でございます。おすごいね、めちゃくちゃスープが真っ赤っかですけれども、作ったところ見させていただきましたけれども、一味唐辛子が大量にスープの中に大量投入されてましたからね、激辛間違いなしということでね、早速食べてまいりたいと思います。いただきます。さあ番長つけ麺お手並み拝見ですよ、ということで、まずはこちらのつけ汁のスープからいってみましょう。いただきます。強烈、すごいね、激辛、その名にふさわしい番長激辛でございます。こちらの麺をディップしていきましょう。いただきます。辛さの向こう側に味噌の旨味が感じますけれども、スープは味噌ベースとなっておりますけども、すごいね、この漬け汁のスープが唐辛子でドロッドロですね、漬け麺スープが。入ってる具材はこのニラ、もやし、どでかいメンマ、あとね、ちょっと角切りのこの、ね、お肉が入ってますね。寒さも吹き飛ぶ辛さですけども、番長というだけあってね、体育会系のパンチの効いた辛さですね、これゴリゴリに辛いですね、これ。これから、地獄みたいな絵してるね、これね。すごいね、これね。
辛くて口の中痛いんだけども、箸が進みますよ。うん、ライスいいっすか。あ、そうなんですか。何人もの人がひれ伏したこちらの番長シリーズ、激辛麺を食べ辛すぎて悲鳴を上げてる方にここで朗報だ。辛さを和らげる方法をご紹介しましょう。まずは落ち着いてサイドメニューを見てみよう。辛さを和らげる王道な方法は油分を摂取することです。唐辛子に含まれる辛味成分カプサイシンは油に溶けやすい性質を持っているので、牛乳など脂肪分を含んだ飲み物などが良いとされています。メニュー表にある中でのおすすめはバター、生卵、フライドガーリックなどです。これらの救済アイテムを駆使してぜひ完食を目指していただきたい。ものすごく口が痛いぞ。痛そう。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。花道庵さんの番長つけ麺辛さレベル8です。おめでとうございます。8でございます。あの量の唐辛子を入れたらまあ辛くなるよねと、大量の唐辛子を入れましたから非常にお口の中が激痛でございます。限界の辛さの向こう側に旨味を感じた、そんなメニューですけれども、つけ麺タイプとラーメンタイプ分かれているんで、これねお好みに合わせてぜひ注文してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、僕が動画を更新したら通知がパンといきますんで、ぜひ通知の方オンにしてくださいの。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。